イナウズです。今回紹介するのはレゴスーパーマリオのレゴマリオと冒険71439です。袋は4でパーツは218個、そして説明書が1冊入ってました。それでは組み立てていきます。はい、完成です。キャラクターは4種類です。まずはやっぱりマリオですね。今回スターターセットがね、新しくなったということで、マリオも新しくなったのかどうか、その辺をね、個人的にはすごく気になってたんで確認していきたいと思います。以前にあったスターターセットの71360と比べていきます。まずパーツなんですが、まあね、傷はどうしても入ってますけど、まあ、こうやって見るとやっぱりね、同じパーツですよね。服に関しても同じものになってるかなと思いますし、この辺のね、パーツも同じ感じがしますよね。裏側も見ておきましょう。こんな感じということで、ボタン配置もね、もちろん同じになってます。で、帽子についても同じっぽいですね。で、服を脱がせるとこんな感じ。このレゴの刻印の場所が違ってますよね。前側と後ろ側というところで違ってるのがわかると思います。ただ、この刻印の場所については、71360の中でも、新しいバージョンは後ろになってて、古いバージョン、これ初期のやつなんですけど、あの初期のやつはね、前になってますんで、まあ、ここに関しても、まあ、特にね、今回変わったという感じではないんじゃないかなと思います。では電源を入れます。声に関しては一緒ですよね。で、映像だとね、ちょっともしかしたら分かりづらいかもしれないんですけど、あの各、まあ、目と口と、胸元のね液晶ありますけど、特に目と口が分かりやすいかな。あの明るさがね違ってるんですよね。明らかに今回のマリオの方が明るいですね。まあ、あのこの71360のマリオに関しては本当の初期、一番最初の、初期のね、4年前かなぐらいの、マリオなので、まあ、その辺が暗くなってきたというところはあるかもしれないんですけど、まあ、こうやって見ると明らかに明るさがね、違ってるのがなんとなくお分かりいただけるんじゃないかなと思いますね。はい、もう一体71360を並べてみました。まあ、こうやって見るとやっぱり今回のマリオの方が明るい感じはしますよね。ただ真ん中のこの71360も結構ね古めなので、直近で購入した71360はもしかしたらこんな感じでね、明るいかもしれないですね。その辺はね、ちょっとわかりません。で、下の LED のライトの明るさも見ておこうと思います。ちょっとね、これは映像だとわからないかもしれないんですけど、実際に見るとこれは71360よりも、今回のねセットの方が明るく見えますね。まあ、この辺も古いから、結構ね、暗くなってるというところかもしれないんですけど、まあ一応ね今回のセットの方が明るく感じました。続いて寝るまでの時間比べてみたいと思います。はい、71360が疲れたって言ってますね。
はい、寝始めました。それに比べて今回のねマリオは寝てないんですよね。でこれね、新しいマリオ横にしてても寝ないんですよね。これは個体差なのかな、ちょっとわからないんですけど、なので寝かせる方法は横にしてもゆっさゆっさするしかないですね。もうゆっさゆっさし始めるとすぐね疲れたと言ってこうやってねいびきかき始めるんですよね。これ71360のマリオもここに関しては同じで、ゆっさゆっさしてあげて、はい、もう疲れたと言い始めてもう寝始めましたよね。でこれどっちもこの状態から起こしてあげればこんな感じでね、コインがゲットできるということで、ゆさゆさしてあげればあのコインはゲットできるんですけど、71360横にした状態で、寝ましたよねさっきね。でその状態で起こしたとしてもコインはゲットできないので、まあ、そこの違いはあるかもしれません。ただ個体差がねあるかもしれないんで、その辺はちょっとねわからないです。では各色読み込ませてみたいと思います。まずは水ですね。はい、こんな感じです。これはどうなのかな、明るさの違いなのかな、若干新しい方がね、なんか色が明るめというかそんな感じにも見えますね。続いて火ですね。同時に、うん、反応は一緒ですね。タイミングも同じじゃないかなと思います。で最後が草ということで、まあこれも一緒ですよね。まあ新しい方がね、明るめな感じにはなってるんじゃないかなと思います。ということでマリオ比べてみました。まあ直近の71360のマリオと比べたわけではないんで、ちょっとね微妙なところではあるんですけど、まあでもやっぱり液晶は新しい方が、明らかにね初期型と比べると明るいんじゃないかなと思います。そこがやっぱり一番大きな違いじゃないかなと思いますね。なので液晶がね、もう初期型で暗くなったなという方は新しいマリオを購入して遊ぶのもありなんじゃないかなと思いますけど、まあそこまで困ってないよという方は、まあ、マリオに関して言えばそんなね大きな違いはないんじゃないかなと思います。次にクッパジュニア見ていきます。クッパジュニアに関してはプリントパーツも、カラーバーコードに関してもこれ前のね、71360についてたものと同じものになってるみたいですね。作りはもしかしたら若干違ってるかもしれないんですけど、基本的にはほぼ同じと言ってもいいんじゃないかなと思います。でカラーバーコードを踏むと、5回でコインをゲットできるようになってます。続いてクリボーです。特に変わったところはないですね。普通のクリボーです。上にポッチがあったりとかね、そういったのもありません。顔はプリントパーツで上にカラーバーコードがあります。で1回踏めばコインゲットできるようになってます。それとヨッシーがついてるんですよね。71360のスターターセットにも確かにクッパジュニアとクリボーはついてたんですけど、ヨッシーはついてないんですよね。それが今回ついてるということで、これはねかなり嬉しいんじゃないかなと思います。で目と鼻が、プリントパーツになってますね。で手を動かすことができます。あとリンゴをね持ってますよね。でヨッシーのカラーバーコードは情景セットについてるんですよね。ということでこれを踏むと、はい、液晶画面にヨッシーが表示されました。この状態でもう一度踏むと、はい、コインがね、ハートが表示されてコインがゲットできるという仕様になってますね。でヨッシーが表示された状態でクリボーを踏むと、はい、こんな感じでヨッシーがクリボーを食べてくれるということで、これ可愛いですよね。まあ、このスターターセットでこのヨッシーの表情を楽しめるっていうのはかなりいい仕様じゃないかなと思いますね。さらにこのセットにはクッパクラウンがついてます。これも大きいですよね。クッパクラウンは71396のセットに、大きいのがねついてました。それよりもちょっと小さめの、クッパクラウンになってます。で、顔部分がね一つのパーツのプリントパーツということで、まあ小さめにはなってるんですけど、形としてはすごくそれっぽいんじゃないかなと思いますね。で手の部分を同じようにこうやって動かすことができますし、下にはプロペラがついててくるくるくるとね回すことができるということで、いい感じじゃないかなと思います。で中にはカラーバーコードありますんで、これを読み込ませると、はい、こんな感じで音楽が流れ始めます。で上下に動かすと、
こんな感じでね、プロペラの音がし始めるんですよね。あとは動かせばコインがねゲットできたりとか、まあ、いろんな効果音が流れたりしますんで、これ楽しめますよね。続いて条件セット見ていきます。まずはくる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 回すことができるアイテムになってますね。ここにカラーバーコードありますんで、読み込ませると音楽が流れ始めました。でこの状態でくる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 回すと、こんな感じでコインがゲットできるという仕様になってます。で反対側にクッパジュニアを立たせて、さっきと同じようにこっち側にねマリオを乗せます。でくるくるやってコインをゲットしてもいいですし、ドンドンドンとすればこんな感じでね、簡単にクッパジュニアが落ちるので、ここでクッパジュニアを倒してコインをゲットできるという遊び方になってますね。それから水辺の、情景セットということで、特にカラーバーコードはないんですけど、矢印のね、看板とかいいパーツついてるなと思います。で、この橋を上げると、クリアパーツもあったりしますんで、結構細かくできてていいなと思います。なので、まあこの辺をね、タタタッと登っていって遊ぶことができるということで、いい感じですよね。あと、その他アイテムとして、ハテナブロックがついてますんで、はい、こんな風に読み込ませればいろんなアイテムをゲットすることができるようになってます。それとカラーバーコードのついたスタートの土管と同じく、カラーバーコードのついたゴールの旗がついてます。ということでコイン獲得ゲームができますね。制限時間は60秒の設定になってます。ヨッシーにご挨拶してコインをゲットしましょう。ハテナブロックでコインが10枚いいですね。で、クリボンもね、食べてクッパクラウンに乗り込んで、ここでね少しコインをゲットしておきたいですね。もうぐる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 ね、すれば結構コインがゲットできる仕様になってますね。そして、ここに乗ってぐる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 やってコインをね、これで少し多めにゲットした、いいですね、ゲットできてます。でドントンとやったら、クッパジュニアをね倒して、はい、まだ時間がある、ここで15秒ですね。もうちょっとだけゲットして、はい、ゴールです。はい、59枚ということで、まあ普通ですね。要素としては結構ね詰まってると思いますんで、コイン獲得ゲームもしっかり楽しめるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。マリオについて言えば明らかに液晶は明るくなってるんじゃないかなと思います。あとキャラクターいっぱいついてますし、アイテムも豊富に揃ってますんで、スターターセットとしてはかなり優秀なセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は218個です。以上、レゴスーパーマリオのレゴマリオと冒険71439を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。